なんか知らない人いる。誰このおっちゃん。モンスター変化したらモンスターと話せるんだな。なあ、どんなこと話すんだ。え、そんだけ。ユリスだと同じこと話すし。誰このおっちゃん。いや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 、今までいなかったじゃん。誰だよ。ああ、そっかそっか。ユリスじゃないとこれ読めないんだ。発明のネタ。いやー、じゃあやってきましたよ。そういえば、そう、武器をね、2段階アップさせたから、お姉さんが仲間にできんじゃないかな。仲間になってよ。おお、なかなかの剣じゃないか。お褒めの言葉いただきました。試したみたいで悪かったな。いえいえ、全然。素人と一緒に戦うとこっちも危なくなるからね。でも、あんたの腕ならそんな心配はなさそうだ。わかった。一緒に戦うよ。やった!ミレーネが仲間になった!お姉さん!やったぜ!ありがとう!でも、お姉さんが売ってる武器もう弱いんだよね。ごめん。買うことはできないけれど、仲間にはできた。よし、じゃあ早速シャーロットに永住させましょう。もう一生あのお店には戻ってこれないけれど、この自然豊かな場所で住んでもらいましょう。久しぶりだね、シャーロット。ジュラク様。ジュラク様っていうか、ジュラクの目。ミレーネのうちここにしようと思ってたんだよね。よしよし、じゃあ住んでもらいましょうか。剣のレベルアップ時にボーナスポイントがつく。うんうん。リンだとモニカのリングのレベルアップがボーナスポイントつくけど、ミレーネさんだと剣なんだね。なるほどね。じゃあ住んでください。ちょっとちっちゃいお家かもしれませんが。あれ、何も起こらん。あれ、ミレーネが住んでいる。開いたんだがな。未来にジュラクの枝ができている。なんか全然さ。いや、放置してったけど、シャーロット全然解放されてないね。あれ、私なんかあれかな、カルチャーポイント足りない。いや、そんなことないか。全然明かされてないね。あー、なんだろう、カルチャーポイント50以上にはなってる。100以上にもなってる。やべえな、なんかやってねえな。それともあれかな、解放されてないダンジョンのとこでって言っても、うーん、そうだったか。ジオストーン取り逃してるとかないよな。私なんかいろいろやらずに進んじゃった。あれ、ジオストーンが落ちていますって。あ、そっか、ジオストーン入手って書いたのか。あれ、ここら辺、いや、ジオストーンが出始めたのがここら辺か。全部拾ってるよな。そう、こっち側が開けてないルートなんですよ。もしかしたらそっちでジオストーンが発見される。いやー、でもそっちのルート解放されるのだいぶ先なんですよね。ジュラク様、私なんかやってない。まあいっか。とりあえずミレーネさん済ましたから、じゃあちょっと待ってね。ステラ渓谷行く前にどっかでセーブしたいな。よし、準備万端、行くか。岬の灯台。
こんなんだっけ。ああそう。へえ。そうか、壊れた灯台。あーそっか、こんな見た目だったっけ。いやー全然覚えてなかったな。チーズも肉も持ってる、大丈夫。そうか、こんな明るい場所だったか。これが灯台。着いたな、ついに。リン、思い出した？あ、まだそのまま進むのね。どうだろう、思い出すかな。これ近づいたらなんか発動しようかな。ユリスで写真撮れるかな。あー壊れてる。壊れた灯台としか映らん。この状態でライトポットになるんだ。カメラ構えたまま、ごめんごめん、失礼しました。急にライトポット乗っちゃったよ。特に周りは何も。おー綺麗な太陽。もう海だね、一面。よし、じゃあ壊れた灯台行くか。ここから過去に戻ればクレストを助けられるはず。あーここで星の砂時計を使うんだね。これか。さあどうなる。心の準備はいい？うん、私も OK です。あ、そうやって使うんだ。月のクリスタルが残ってるね。この月のクリスタルは今はここで海を照らしているが、将来は世界全体を照らす光になる。なんでそんなことがわかるの？さあな、勘ってやつかな。先生は何でもわかるんだね。先生、あれ何？なんだ？未来を映す石か。未来などを映してみたところ、見えるのは絶望だけだという。どういたしますか。破壊しろ、グリフォン大帝のご命令だ。Thank you.
くわよ、ユリス。うん。そうか、この時間軸にリンが二人存在してるってことになるな。あー、ボス戦だね。おー、来た来た来た。なんだ、君たちは。説明は後よ。あれはギルトーニー、こんなところまで。まずい、灯台に火が。先生、リン、大丈夫だ、ここで待ってるんだ。先生、どこ行くの。クリスタルの力を使うんだ。先生！すげえジャンプ力。ホルカスのとこにいたピエロみたいだ。ユリスたちあんなジャンプ力ないのに。何かにとっては親の仇だね。おお、行った。モニカも超人なジャンプ力持ってました。私が操作するとき一切出してくれないのに。ほう、客人か。ジャミングよ、お前は中へ入っておれ。ギルトーニ、私を覚えてる。私はモニカ、モニカ・レイブラントよ。レイブラント、そうか、レイブラント王の娘か。これはこれは、姫君、こんなところでお会いできるとは。あなたは私の王国をめちゃくちゃにし、その上父まで手にかけた。あなただけは許さない。手にかけたとは心外な。父君とは対等な勝負をしたのだ。ただ父君が私に敗れただけのこと。父上があなたなんかに負けるはずないわ。ならば自分自身で確かめてみたらどうだ。いいわ。ヒガ、君は真ん中の方にいて。まるで生きているようだ。カルシファーか。よっしゃ、行こうぜ。どっちからだ？モニカちゃんからかな？いや、勝手に戦ってくれてるぞ。闇の資格、ギルトーニ。モニカからかな？ユリスからかな？どっち？モニカです。モニカです。大丈夫かな？攻撃するよ。いや、あ、ヒットポイントしたか。いつもさ、あー、やばい。間違えた。肉こう、肉。よしよしよし。あぶねー。あ、間違えたよ。ギルトーニなんか絶対持ち上げらんないでしょ。危な。近距離戦の方がいいかな。これの繰り返し？いや、きついか。どうだ。おし。はい。おし。よいぞ、よいぞ。
かな。間違えた、モノモンスター。モンスターじゃねえこの人。ただの人間だ。モンスターじゃねえ。モンスターじゃない。持ち上げちゃうよ、持ち上げたくなっちゃうよ。あ、なんだ、あ、ここだ。ここでユリスに切り替わるんだ。迫ってくる邪悪な炎からリンを守ろう。オッケー。その前にね、私どこだ。あ、あっち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 、これどれだ。よし、とりあえずロックオンしないで、あ、これ消して、これ消して、なんか近づいてんな。はい。で、あー、近い近い近い、危ない危ない危ない。録音しない方がいいんだろうな。やばい、喋れない。次がここかな。こっちの方来そうじゃない、大丈夫か。よし、録音は外したい、外したいんだ、こいつか。よし、そしてモニカか。いやー、これね、大変なんですよ。危な。はい、間違えた、モンスターじゃないんです。この人モンスターじゃないんです。あー、食らってるよ、やばいよ。はい、へいへい、聞いてるか、魔法の方が効くか。いやー、でもそんな隙がないんだよな。距離離すと、あの、さっきみたいな電撃受けちゃうし。えい、ユリス、頑張れ、頑張れ。よし、よし、こっちか。いや、これは意外と簡単だな。昔、ロックオンして頑張ってたから、厳しかったのかもしれん。リンちゃん、私が守るよ。先生の代わりに。よしよしよし、いいぞいいぞ。これってさ、一撃でも食らわしたらやばいのかな。まあそんなふざけた真似はしないけど。今回は本気でやるけど。あ、なんかやばくね、やばくね。ああ、違う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 、バカバカ、あぶねー、あぶねー、油断も隙もねー。えい、ちょっと待って、ロックオン切りたい。どこだ、ここか、ここと、あー、切り替え、忙しいね、ほんと。危な、危な、なんかめっちゃジャンプしてたけど、この人。あー、死ぬ、肉。この人ってさ、毒リンゴ効くのかな。ちなみに投げてみよう。毒リンゴ食ったぞ。でも効かないな、きっとな。はい、間違えた間違えた、やばいやばい。はいはい、あー、慎重に、よしよしよし、ほい、あ、クソ、避けた、うい、当たんないな、魔法、やばい、肉。いや、必殺技でとどめさしたいけどな。なんで距離取るんだよ、なんで一緒にジャンプするんだよ、仲良しだな。もう避けられる、やばい、必殺技で倒したい、かっこよく倒したいので、必殺技を連続で食らわす。来たか、やったか、あ、最後だ、かっこいいよ、モニカさん、かっこいい。どうなった、先生は無事か。さすがだな、父以上の腕だ。ふん、負け惜しみ言わないで。いや、体格差がすごい、当たり前だけど。何？なんだ？月のクリスタルからの攻撃です。どうしますか？
魔導士か、小賢しい。あの灯台ごと破壊しろ。やめてください。破壊しないでください。先生。先生がめっちゃ頑張ってる。あの砲弾狙えばいいのにな。砲弾狙えば一発なのにな。あーあ、守れた。先生大丈夫かこれ。先生無事でいてくれ。先生、クレストさん。ああ、焼け焦げてる。ああ、月のクリスタルを守ったって確認したのか。それで安心したんだな。失敗か。このままでは船が持ちません。引き上げだ。お前ならなれるさ。俺の夢、お前が叶えてくれ。やだよ、私にはなれないよ。先生がいなきゃできないよ。きっとなるって言ったじゃない。賢者になるんでしょ。いるだけで人を救える、そんな賢者になるんでしょ。はあ、なれるといいな。先生、先生。先生、見える？星が綺麗だよ。先生が目指していた賢者様ってどんなのかな。私にとって先生はとっくに、もうとっくに賢者様だったんだよ。先生がいるだけで私救われてた。でも先生がなりたかったのは私だけの賢者様なんかじゃないんだよね。先生、空から見ていてね。私なってみせるよ。先生がなりたかった伝説の賢者様に。なれるよ、リンなら。
救えなかった。うん、違うと思う。きっと未来は変わったよ。だって私は賢者になるから、先生に約束したから。そしていつか私が賢者になれた時、私は先生を救えるんだと思う。モニカ、ユリス、ありがとう。二人のことは忘れないから。絶対あんな悪い奴らに負けないでね。うん。リンも元気で。月のクリスタルは守れたけど、プレスト先生は亡くなってしまったね。未来に変化がありました。何か起こりそうです。じゃあ行きますか。あ、体力全回復してる。よし、行くか。音楽がもう違うね。あ、リンがいない。あ、フクロウさんに話しかけとけばよかったかな。元気なばあちゃんになってる。もしかしてリン？嘘。何が嘘だ。失礼だね。私はリンだよ。慣れたんだね、伝説の賢者様に。ああ、なったさ。名前は先生のもらったけどね。そうなんだ。何も言わなくても大体の事情は分かってるよ。私はあんたたちと違って真っ当に時間を過ごしてきたからね。お望み通りグリフォンのことを調べてみようじゃないか。お願いリン。だー、冷やすと呼ぶんじゃないよ。大賢者クレスト様とお呼び。そんなに距離できたの？さっきまで仲良さそうだったのに。うわー、壁感じるわ。あ、みんなでお祈りしてる。あ、動きのリズムはバラバラなんだね。揃えなくていいんだ。グリフォンがいるのは10,000年前。10,000年？そう、あいつはたった一人、その時代からとてつもなく強い意識をこの時代に送っているようだね。私らの時代にいるグリフォンのしもべたちはグリフォンの意識に同調した者たちだ。みんな操られているの？いや、そうじゃない。同調したのじゃ。少なからずグリフォンと同じようにもともとよからぬ考えを持っておる。まあいわば闇に魂を売った者たちじゃ。
グリフォンと同じ意志を持つ者たちってことだね。グリフォンはそういう者たちを利用して世界を滅ぼそうとしている。そんなことをしてグリフォンに何の得があるの？わからん。とにかくグリフォンを止めるには奴のいる時代に行ってグリフォンの実体を倒すしかないだろうね。1万年前か。1万年前に？そうじゃ。どうやれば1万年前に行けるの？お前たちのアトラミリアではせいぜい100年の時間を超えるのが精一杯じゃ。その石はもともとそんなことに使うための石じゃないからね。じゃあどうすればいいの？1万年の時空跳躍。はてさて、そんなことができるのか。お、もしできるとすれば。ふんふん。ルナケンのやつらならやってのけるかもしれんな。ルナケン。ルナケン？ルナティックウィズダム研究所、通称ルナケン。絶対覚えらんない正式名称。かつてベニーティオ海岸にあった世界最高の研究機関。あったってことはそこも今は消されているんだね。ええ。じゃあ次はベニーティオ海岸だね。話は決まったようじゃな。さあ行くがよい。ありがとう大賢者グレスト様。じゃあね、リン。あっ先生、あの子たちを守ってやって私を救ってくれたあの子たちをね。いいばあちゃんだ。賢者になったリンは強くなった。きっとクレストは星になってリンのことを見守っているのだろう。リンにとってクレストはたった一人の賢者様なのだから、永遠に。あれ、つづらか？つづらっぽいのあったな。おお、ちょうどよかった。先に進めるようになったぞ。出発するなら声をかけてくれ。いつもタイミングいいんだから。絶対合わせてるでしょ、こっちの都合に。いつもタイミングよくね、岩がどけられてるんですよ。あー、ちょっと待って。いや、そうじゃなくて、まあいいや。ライトポットを修理したかったんだけど。はい、じゃあ今回はここまでにしましょうかね。次はベニーティオという場所に行きましょうか。海岸だそうです。楽しみですね。ご視聴ありがとうございました。また次回よろしくお願いします。さよなら。